どうもこんばんにちはピチピチです。ということで皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録はね右下の登録ボタンからできるのでこれを押してください。その隣にあるベルマークボタンを押して全てにすると通知が届くのでこれも絶対押してください。そして皆さん高評価も忘れなく、高評価ボタンを押した方はね限定で僕の素顔を公開します。僕の素顔はねこんな感じです。イケメンでしょ。ところでですね、今回ね、久しぶりでもないか、かくれんぼをね、ちょっとやっていきたいと思います。久しぶりどころか、俺最近結構かくれんぼ毎日やってるかもしれない。まあ、最近かくれんぼね、いっぱいやってるんですけど、なかなかうまくなれない。隠れきれたことがね、ないから、今回ね、頑張って3、4回ぐらい隠れきりたいと思います。ではね、早速やっていきましょう。いや、みんな聞いてよ、昨日ね、YouTube スペースの忘年会行ってきたんだけど、いろんなね、方々とね、ちょっとお話しする機会がありまして、マイクラをね、こうやる上でのやる気がめちゃくちゃ高まったんですよ。やっぱりね、YouTuber さんとね、お話しする機会ってすごくね、重要なんですよ。やる気にね、つながるし、モチベーションがめちゃくちゃ高まる。モチベーションが高まるとやる気って同じか。すごい楽しかったです。Twitter とかでもね、いろんな写真をね、公開して様子をね、見せてるんで、もし皆さんよければ Twitter の方をね、フォローしてくれるとありがたいです。お、何のブロックにしようかな。俺、金床、いや待って、作業台、作業台にします。さあやっていきましょう。何このステージ？何このステージ？あ、すげえ、クリスマス仕様になってる。あれだよね、あのステージだよね。いつもやってるステージじゃない。あれ、いつもと全然違うステージだ。クリスマス仕様の新しい新ステージじゃん、これ。うわ、時計とかあるじゃん。わかんないけど、とりあえずここにするわ。ここにします。新しいステージができるなんて俺聞いてないんですけど。もっと早くやればよかったな。まあ、そうだよな。クリスマスだもんな、もう。みんな何もらう？サンタさんに。俺、サンタさんから一番もらって嬉しかったものは、なんか、Wii発売日に、なんかすごいやりたくて、サンタさんにお願いして買ってもらった記憶がある。まあ、みんな今年は、なんか、マイクラ買ってもらえな、マイクラ。マイクラみんな買ってもらえな。もしかしたらね、ハンターもクリスマススキンで来るかもしれないよ、今回。花火もなんか若干クリスマスカラーになってない？ちょ、俺もやってみよう。そんなことない？ほらほら、なんか、メリーチック。意外と来なくね、鬼まだ一人しかいないんだけど、探索してみよう。かくれんぼで探索することってなかなかないけど、鬼いなくね？いじめられてんのかな？なんかこのゲームね、たまに鬼が下手すぎて、マジで逃げてる人からいじめられる時ってあるんですよ。いなくね鬼？どこにいんの？美容室じゃねえ、ここ。髪の毛切れるやん。俺も髪の毛切ってほしいんだけど、もう。この家なんだろう？この家普通の家かな？あ、でもなんかソファーとかあるな。あ、市役所的な？はい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 。うおー、市役所だ。すっげー、市役所があった。鬼いるやん。あ、え、見つかったかなこれ。見つかった？え？え？見つける気ある？死ねー！死ねー！鬼弱くねめっちゃ。え、嘘でしょ？なんでこんな弱いの？あ、なー！鬼がね、一人しかね、いなくて、もう下手くそだったんで、もう僕がね、しっかりと、残りね、17人もいるから、もう17人ぶっ殺していきたいと思います。いるやん。ほら、待て！またんかい、ボケなせ！よし、これでね、17人から16人になりました。あ、いるやん。よし！やった！めっちゃうまくない？作業台がね、そんなにいない。一人しかいないんだよね。本棚がね、多い。え、なんかこの辺にさ、隠れてるやついたよね。もう違うとこ行っちゃったのかな。やべえ、もう10秒、あと10秒、あと10秒、嘘でしょ。あ、いるやん。うーわー！下手くそすぎない？お前ら。さあ、2戦目やっていきましょう。どれにしようかな。なんかさっきと同じステージじゃねこれ。これさっきと同じステージじゃね。俺さっきと同じステージで、もう全然氷なくても俺氷で隠れきることできるから、もう俺余裕こいて氷にするわ。さあ、隠れていきましょう。まあね、氷ないと思うけど。ないと思うけどね。うわ、こっちの方だったら氷あるじゃん。まあいい、気にしない。氷がなくても、全然隠れることできるから。で、それは俺1年ぐらい隠れんぼやってたら、まあそりゃだって逃げ切れるよ。1年もずっとやってんだもん。あっちの方行きたいな、これ。いけるかな。いけるね、これ多分。はいはい、いいとこ来たよ。え、ここ絶対強いじゃん。え、絶対強くない？だってこっから飛んでくるやつしか来れないもんね。煽っちゃうもんね。こっから来たら殴れば落ちるし。邪魔すんな、お前。お、鬼来ましたね、一人。ここだよ、バーカ。やべ。ミスった。あ、これ気づいたな。死ねえ！これがやりたかったんだよ、俺。怖い。おれ。なんでお前はここにいるの？ほら。うれ。やばい。また来た。もう諦めろよ、お前。ああ！嘘でしょ！
さて鬼やっていきましょう。あと残るブロックは作業台一つと金床一つと音楽流すやつと木が8個意外と残ってるな。12人も残ってる。一番多いブロックが普通の木のブロック、ダークウォークのブロックかな。さっきの俺と一緒に隠れてたやつワンチャン捕まってない説。いや捕まってるわ、捕まってるわ。え、いないよね。だってえこれ違うよね。なんだいなんだいなんだい。やべえ、あとどこにいるか全然わかんねえ。こっちの方いそう。あと5人なんだよ。本棚も1体いるんだよな。この辺どうだろう。本棚と普通のブロック、こういうやつね。え、全然いないんだけど。本棚む、あ、いそう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 。え、いないの。え、いないの。ここど、え、マジでマジでどこにいんの。この辺はこの辺いるとしたらでもここだよね。やばい、詰んだ。もう負けたわもう終わってるわ。もうあと18秒しかないもん、時間。うわ、こういう階段のところ。いそう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 。絶対いる、絶対いる。え、いない。え、どこにいんの、マジ。終わった。わかんなかったわ。ねえ、これってさ、ずっと同じステージなのかな。ずっと同じステージなのかな。これってずっと同じステージなのかな。なんでそういうことしちゃうの、マジで。面白みなくない、だって。なんかこの辺でいっかな、もう隠れるところ。マジかよ、もう。ずっと同じステージやるの、マジ、これから。クリスマス期間だけだよね、多分これ。もう鬼いるけど、目の前で煽るわ。ほら。バレたかな。あ、なんか身代わりになってくれた。ありがとう。ありがとうね、君。ん？これ帰ってきたな、こいつ。痛い！痛い！痛い！ちょっと本当に同じステージだけでやるのか確認するために、鬼やめて、もう一回、最初からやっていきたいと思います。さ、何ブロック？本当に同じステージ、これ。え、本当に行ってる？本当に行ってんの、これ。今すぐ隠れんぼやめたいんだけど。マジで行ってんの？ブロックだけ同じで、ちょっと別のステージかなと思ったりとかもしたけど、マジで同じステージなんだけど。もうなんかもう自分で縛りつけるしかないじゃん。もう俺今回カボチャで行きたいと思います。絶対見つかるじゃん、こんな。なんかないの？なんか、絶対にバレないところとか、なんか行けないんだけど、前に。何もう、イライラする。何もう、はぁ！本当に何これ。ね、本当に何これ、マジで。もう前にも進めないし、後ろにも進めない。エラーが起きてワールドを弾かれてしまったので、また最初からやってきてと思います。もう、勘弁してくれよ、もう。ねえ、また同じステージなの？これ、本当に言ってます？もう、カボチャで行くか、もう。マップがクリスマス仕様だったら、俺はハロウィン仕様で行くからな。パンプキンで隠れてきてと思います。どの辺に隠れよっかな。なんか、パンプキンは絶対にないと思うから、まあ、クリスマスだし、そんなクリスマス仕様のマップにね、ハロウィン要素を入れてくる制作者はいないから。カボチャってでもなんか、本に似てない？似てるとこあるよね。この横のこの縦縞？もうほら、本棚もちょっと縦縞っぽくない？いや、俺はね、似てると思うよ。この顔がなければね、この顔がなければ似てると思うんだけど、バレないと思う、多分ありそうだし。痛い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 、もう本当にもうなんでバレ、もうバッビッビッダッ。さあ鬼やっていきましょう。なんか上の方に逃げてるやついたな。ん、俺だ。始まったばっかりなのに残り1体なんだけど。え、本当に行ってる。え、もうやだ、もうこのかくれんぼ。ラストやっていきましょう。まあ、これが生き残る確率が高いのでこれにします。はい、やっていきましょう。同じマップなので、もうどこに隠れたらいいかね、分かってきました。オッケー、隠れた。ほら、なんか、ありそうじゃない？これ多分バレにくいと思うんだよね。さあ、鬼がスタートしました。5分間これで絶対に逃げ切るぞ。最初に言ったからね、マジで生き残るって。もう最初に言ったからには、もう今回のこの試合だけはね、もうマジでガチで隠れていきたいと思います。いった！なんですぐ、さあ、鬼やっていきます。うわ、なんか残骸が、うわ、みんなここで死んだんだ。俺の今日の記録、開始30秒で死にました。自信持って本気で隠れた試合、たった30秒で死にました。まあ頑張ってね、鬼やっていきましょう。同じところでね、やっぱやるとね、敵も強くなってきますからね。どこに何があって、どこに何がないのかもね、全部把握してると思うんだよ。でもあとこのダークオーク4匹ダークオーク4体だけですね。これ本当に強いな。みんなどこに隠れてるんだろう。こういう端っことか、やっぱりなんか浮いてるなと、おかしいなと思ったんだよね。あと2体だな。俺今回鬼強いかもしれない。あ、カボチャあった、カボチャあったわ。ハッピーハロウィン、世界観ブレブレじゃねえかよ。だってダークオークがまだあと1匹残ってますね。どれだ、マジでわからん。難しすぎない？あ、ん、やった、勝った勝った、終わった。さっきね、ラストって言ったんですけど、もしかしたらマップを選ぶ画面で他のマップがあるかもしれないので、ちょっと他のマップがあったらちょっとやっていきたいと思います。このダイヤモンドでね、マップの投票ができるんですけど、まあ、見ていきましょう。はい。お、お、お、あれ？他のマップあるんじゃね？え、これ？新しいマップじゃないよね。ランドムマップ。
ランダムマップ、なんか全然マップの名前わからないけど、まあ、とりあえず多分この緑の表のやつが さっきからずっとやってるやつで、ランダムマップにするとさっきのマップになる可能性があるから、俺ちょっとこのなんかひときわ目立つ一番最初のステージに投票したいと思います。俺って天才みたい。何どうなってんのこれ。なんか祭られてるんですけど。何お前ら、びっくりした。なんか言ってる。別に何も言ってないよね。さあね、ステージがそろそろ明らかになるということで早速見ていきましょう。ほい、同じステージやないかーい。